こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2022年の11月27日を16分過ぎましたけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 44.3 ということで、相変わらずですね、はい、こちら今チャートは10分足でこうね、ギザギザなってきて、今ちょうどねこれ収束していく感じなんだけど、まあ、この後ね、はい、なんか上に行きそうですよね。なんかこのパターンってね、勝手に希望を込めて言ってますけど、はい、こんな感じで明日はね、45円ぐらいは行っててほしいなというところですね。はい、ではツイッター見ていきます。はい、こちらネクトさんと読みするんですかね、ワールドモバイルとスターリンクでちょっとね考えてる絵がありますけど、ちょっとこれをね見ていきたいと思います。はい、最良の答えはおそらくチーム自体からのものです。ワールドモバイルはスターリンクと競合することはありません。スターリンクのバックホールサービスの潜在的な顧客になるでしょうということでね、関係を、作っていくんじゃないかというようなことをちょっとここで話しているんですけど、はい、Wi-Fi をオンにしてスターリンクに接続するだけではいきません。前述のようにバックホールのユースケースを提供しているように、接続をサポートするために地上にインフラストラクチャが必要です。実際、ワールドモバイルはすでにスターリンクと提携していますということでね、これちょっと皆さんご存知ですかね。ちょっと私この意識がなくて、スターリンクとね、ワールドモバイルは、競合してしまってね、みんな両方応援したいと思ってると思うんですけど、競合してしまうんじゃないかっていう心配があるけど大丈夫だねっていうような話をね、ちょっと夏ぐらいに確かコミュニティの中であったような話もあったんですけど、実はねここで連携してしますとしていますと書いてあって、ちょっと私知らなかったです。はい、スターリンクとワールドモバイルは相互に補完的です。一つは非常に優れた衛星バックホールプロバイダーであり、もう一つは効率的で手頃な価格のモバイルネットワークオペレーターですということで、スターリンク、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、ウクライナの、ね、戦争でも通信網がダメになった時に使ったと。でスペース X の、ね、イーロン・マスクのスペース X で衛星を使って通信するというやつでしたよね。はい、でこちらと提携していると。で相互に補完するということで、お話をされているということですね。はい、前回のこちらさんにチャールズさんも含めてですね、のツイッタースペースを聞く機会があれば、ジェームズが MNO ビジネスは巨大な提携活動、ワールドモバイルと提携するサプライヤーでなく他の MNO、はい、とも提携しているということでしょう。で次、ワールドモバイルとスターリンクの及び他の接続プロバイダーとの一般的な関係について別の見解を示します。重要なポイント、ワールドモバイルは技術にとらわれないよう設計されたハイブリッド動的ネットワークであり、展開をより簡単かつ実用的にしますと。はい、またワールドモバイルのディプロイメントダイアリーも確認してください。さまざまなチームの最新情報からスターリンクだけでなくさまざまなパートナーと連携し、どの程度密接に連携しているかが分かりますと。毎月更新されていますと。はい、次、ワールドモバイルとスターリンク及び他のすべての接続プロバイダーとの関係についていくつかの光を当てることを願っています。ここでいくつかの Q コメントするか DM で、まあ、質問してくださいということですよね。はい、で公式のこちらのチャンネルより多くの情報を入手するのに最適な、方法ですということで、まあ、ワールドモバイルの、ね、トークを持っている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、Thanks for reading と読んでくれてありがとうということで、最後ねこの SpaceX のこうした方がいいかな、写真でね、はい、終わってます。私全然ねここのつながってるっていうのを知らなかったので、ちょっとね嬉しくなって、ちょっと知ってる方はね、なんで今更かよっていう感じかもしれませんけど、はい、スターリンク、グーグルとね、こんな衛星の絵が、出てきますね。でこちらはこの間、ちょっとねニュースで出てましたね。もう普通に、テレビとか新聞とか出てましたけど、スターリンクのインテグレーターとして KDDI ですね、 KDDI の戦略ということで、こちらと提携して、使っていくというような話がもう国内でもね進んでいると。でも最初一部、日本の一部っていう感じだと思いますけども、確かほぼ全国ぐらいで使えるようになってたと思います。はい、で参照先としてね、ワールドモバイルのホームページですけど、スターリンクどっか書いてあるかなと思って書いてありますね。インバイティッドやってスターリンクエヴァイベントインパリスと、パリのスターリンクのイベントに呼ばれてますよということですね。はい、ということでね、ちょっと私としては非常に楽しみがね増えたなということです。はい、変わりまして魔法少女さん、今日は日本コスタリカに負けましたが、体のエイダはイーサに勝ちますということでね、力強い宣言が来ておりますね。はい、愛知さん、
暗号資産を触っている方は本当にリスクと隣り合わせだと思う。いつ起こるかわからない暗号資産ならではの大幅下落や詐欺ハッキング事件など対策をしていても何らかの被害を受ける可能性はあるので、せめて、税制が緩和されればなと。はい、ゴミポストの記事の方いきます。一般社団法人日本ブロックチェーン協会の加納代表理事は22日、金融庁担当の鈴木内閣第一政務官を表敬訪問し、暗号資産に関する税制改正要望を提出したということでね、はい、この方に出したということです。はい、骨子は以下の通り、仮想通貨発行を保有する法人への期末含み益課税の撤廃、申告分離課税、損失の繰越控除の導入、仮想通貨同士の交換時における課税の撤廃ということですね。はい、もろもろ書いてありますが、これがね、なかなか、まあ、いろんな申請をみんなしてくれているけども、いつね、まあ、議論もしてくれてるし、はい、いつ結果が出るかですよね。はい、今日ちょっと早いですけどね、はい、値段の方いきます。44.52円。はい、1万4012.9×44.52 で元本が10枚ですので、計算しますと、52万3854円のプラスということになりまして、523.9%のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。